者よ、心して聞け。お前が持つ青き玉はただ持っているだけでは竜を封印するどころか何の役にも立たぬ。若者よ、これより続く苦難の旅を乗り越え、心と技を磨け。お前が真の勇者に成長した時こそ、青き玉は無限の力を与えるであろう。さあ勇者よ、これを持って旅立て。地図だ。竜伝説にまつわる地図。地図だと。はい、バラモス様、竜伝説を記したと言われる地図でございます。例のアーベルとかいう小僧が持ち歩いておるようです。で、これからどうするんだ？とりあえずこっから一番近い竜の涙に行ってみようと思うんだ。ここだよ。でもよ、オラたちそんなところへ行ってよ、本当にティアラを助けられんのか？今は信じて竜伝説の謎を解くしかないだろう。さあ行こう。おい待ってくれよ。もう出発なの？飯の後は少し休むものよ。一眠りしたいけど、行くとしますか。ティッ。何やら怪しげな雲。そうとしよう。変な雲だな。ギズモ、バラモスのモンスターよ。ああ？奴が来る。くそ！剣はやめて！雷が落ちる！いかん。空かけるあまたの風の精霊よ、その力もて蛇を打ち倒せ。バギー、何やってんだよおっさん。バギ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 。うわっ、や
なはずじゃないのよね。最低だな。見てな、手本を見せてやるよ。おい待て、まかっちまかっちまかっち、ほらもっと真面目に走らんかい。これでも精一杯走ってんだよ。しょうがないやつだな。ピオリム、どうなってんだ。魔法で足を速くしたの。それでやっつけて。勝手なことすんなよな、もう。わっ、ね、モコモコ、うわあ、あんたもピョリム。いいよ、その調子で引っかき回してやって。お、あいつ力の使いすぎで小さくなってきたぞ。よし、今だ。待て、早すぎる。いや、アベル、大丈夫か。大丈夫？待ちな！そいつはあたいのもんだ。え？ギズモを倒したのはあたしなんだ。好みのタイプ。あの時の。アベル？出しなさい！出しなさいよ！いつまでこんなとこに閉じ込めとくつもりなの？まったく、私を誰だと思ってるのよ。もう誰かいないの？ね、おまんま。え、あなたは？俺、どんが、お前の世話係。おまんま、おまんま。あたしの食事？あたし今食べたくないの。あなた食べて。いいのかい？あなたお腹空いてるんでしょ？遠慮しなくていいのよ。そうか。よいしょっと。なまったかい上にネバネバする。変な壁ね。さて、逃げ出したのはいいけど、どっちが出口なのかしら。
そうね、遊んでる場合じゃないわ。早く逃げ道を探さなくちゃ。ほんとカビ臭い。ダメよ、匂いぐらい我慢しなさい。この部品をばらして組み直したらいろんなものが作れるでしょうね。やだ、怒らないでよ。冗談よ冗談。うわっ、めっけティアラ捕まえた。やだやだ、離して離して。そうだ、お前の世話係、逃げる困る。離して離してよ。ドドンガ、お前の世話係、逃げる困る。離して、部屋戻る。かわゆい。まだついてくんのか。てっきり先に行ったと思ったのにな。それにしてもあいつ女のくせにすげえ強いやつだ。だけど生意気だ。あいつ仲間になってもらったらどうかな。おいら反対だぞ。もう見れば見るほど抱きしめたい。いけませんよ、早まっちゃ。おい、大丈夫か。やっと分かってくれたわ。なんだって。おい、やつらはバラモスのモンスターではないの。悪意のない森のせいなのよ。ああ、我々が突然やってきたのでびっくりして出てきたの。害はない。宝石モンスターじゃないのか。あ、なんだこりゃ。待て。甘い匂いがする。甘い息だ、嗅ぐんじゃない、眠ってしまう。返せ。いかん。ザメハッ。気をつけてよ。どうしたってんだよ、慌てて。あの袋には大金が。国王からもらった旅の費用さ、いっぱい入ってるよ。それを早く言いな。そっちは任せたよ、かわいい子ちゃん。さてと、俺の相手は。おい、
そろそろ出てきたらどう？バギあれはオイラの手で取り返す。バカ言ってんじゃない。坊やが勝てる相手じゃない。命が惜しくないのか。命より大事なもんが入ってるんだ。命より？お金がかい？お金なんかじゃない、羽だ。羽？そんなものが命よりも？友達が、幼なじみがくれたんだ。え？大丈夫よ、バカ。アベルは、アベルが助けに来てくれるわ。ひでえ目にあったぜ。どれ、手を見せてみて。ほいみ。ああ、ありがとう。でも、どうした？地図を。あの地図は何なんだ？竜伝説のありかを示した地図よ。竜伝説？バラモスって魔王に幼馴染がさらわれた。竜伝説の謎を解かないとティアラが救えない。あの羽の？元気出しな、私が取り返してやる。え？それじゃあお前。お前なんて気安く呼ぶんじゃない。デイジーって名前があるんだ。デイジーか、顔と同じでいい名前。こっちはアベルにモコモコ、俺はヤナック、よろしく。ヤナック？顔と同じでふざけた名前だね。あら？それじゃあお前、仲間になってくれんのか？まあね、私は一匹狼がショーに合ってるんだけど、お前たちといると宝石がたんまり手に入りそうだからね。はい、これで決まり。さあ、仲間も増えたことだし、行くとしますか。どこ行くってんだよ、地図もないのに。心配ないね、あの地図は俺の頭の中にしっかりと記憶されてるよ。え？本当かよ、おっさん。酒とタバコと女には弱いが、こっちの方は大いに強いの。ヤナック。見ろ、
竜の涙はあの山の向こうだ。あの山の向こうが竜の涙。仲間が集まり、竜伝説の謎を解く冒険の旅が始まった。オイラたちの目指す目的地はここだ。パスワードは竜。